ちさっきの女の子です。よろしくお願いします。はい、本日はタワレコード新宿さんで新宿生さんに来たリリースイベントご来店いただきありがとうございます。ありがとうございます。今回ね、ザ・モノ・ロンキーズさんと合同のリリースイベントということで、はい、私たち実はタワレコさん初めてね、はい、超念願のリリミです。ありがとうございます。ずっと押してくださってたんだよね。そうなんですよ。ありがとうございます。そして今日はね、何のリリースイベントかというと、本日発売させていただきましたさっきの女の子は見つめているニューシングル発売日です。イエーイ。納税前じゃないぞ。確かに。そう、この、ね、ニューシングルはですね、ここタワーレコード新宿店さん、そして今度遠征に行かせていただく秋田の、はい、秋田オーパス園さん と、こういう イベントでの、限定となっておりまして、しかも数量限定になっています。そうで、5曲入り増税前なんで1080円で。めっちゃ安いじゃん。でもね、明日からは1100円だから。そうなんです。20円でかいもんね。そうだよ、うん、すごい意外とええっていう声が面白かった。ありがとうございます。なんでね、今日は特典で私たちとねおしゃべりしたりとかすることもできますので、はじめましての方もねぜひ CD ゲットしていただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてそのニューシングルの中には、実は10月にお披露目する新曲のインストも含まれております。なのでね、ぜひぜひ本日ゲットして10月こんな素晴らしい新曲やるんだっていうのを、そう、ね、どんな歌詞かもちょっと想像してるんだね。ワクワクできるね、10月も楽しみにできるワクワクできるニューシングルなので、ぜひぜひ手に取っていけたら。大丈夫？大丈夫？手に取っていただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、この後最後もう一曲やらせていただくんですけど、その一曲は今回のニューシングルの最初の一曲目に収録されている曲になっております。それでは聴いてください。さっきの女の子の最初のさよなら。
というわけで、今回、CD を発売したわけなんですけれども、このさっきの女の子は見つめている CD 発売を記念して、10月11日に新宿マーズにて主催ライブを開催いたします。もう出演者さんも発表されてて、なんかすごい豪華な出演者さんにもなってるし、もしかしたらね、もう10月ということは、おっと、さっき言ったあれがあれであれかもしれないで、そうなんですよ。全く分からないです。なんで、ぜひ、ぜひ今日 CD 買ってみた方は、遊びに来てほしいなって思います。よろしくお願いします。以上、私たちさっきの女の子でした。ありがとうございました。